東京都羽村市と大梅市にまたがる首都圏中央連絡自動車道にあるトンネルである。都心から半径40から60キロメートルの郊外を環状にめぐる県央道のうち多摩地域の羽村市から大梅市にかけての区間にあり、大梅市の市街地通過を避けるために地下に道路を設けたトンネルである。2002年3月29日に 大梅インターチェンジ日の出インターチェンジ間の開通と同時に供用を開始した。全長は2094メートル。2階建て道路トンネルとしては日本初で上りと下りの各2車線が上下に重なる2層構造で4車線を構成し、掘削断面積でも国内最大級の規模となる。大梅市街の真下を貫いており、上層が埼玉、 鶴ヶ島方面に向かう、上り線、下層は、八王子方面へ向かう下り線となっている。中央の1093メートル部分のトンネル断面が、軽欄の形をしており、高さは、約19メートル、横幅が、約15メートル、断面積は220から260平方メートルに達する。大梅市街地の地表から7メートル地下にあり、トンネルの建設工事では、 水道、下水、ガス管のライフラインや民家、工事中の騒音、振動を避けるため、卵型の中央部分についての掘削方法は、地表からではなく、地中を掘り進む山岳トンネル工法で掘られた。二層構造の大断面トンネルで、山岳トンネル工法が用いられたのは、大梅トンネルが世界初である。ありがとうございます。